岡田監督、もうええやん。ゼロになったから、明日から開幕するんやから。選手が自分から苦しんでいる。もうええやん。貯金、ゼロになったから、明日、7日、から開幕するんやから。2軍からの昇格選手は、終わったばかりなんやから、そんなんわからんやん。切り替えて、明日から開幕や言うてるやん。みんな毎日切り替えてやろうとしてるんやから。今の阪神タイガース1点取られたら負けゲームが確定するんだから、才木のように関東完封できるピッチャーでないと勝てません。今まで交流戦8戦やって才木が完封したゲームだけですよ。勝ったのは後の夏は負けています。指揮官に問いたいのは、本当に今1軍ベンチに座っている野手が現状のベストなのかということ。阪神の支配下や主陣には防御率3点台の相手先発投手に対して手も足も出ない打者しかいないのか。明日から開幕はまだまだ勝負所は先で慌てる必要はないという読みがあってのことだろうが、目前の試合をシャニムに取りに行っているように見えない戦いぶりはちょっと違うような気がする。ここまでの貯金があっての5割とはいえ、チーム状態は非常に悪い。明日から開幕やと言っても、4番もいなければ先発も頼りなく、クローザーも不在。監督を筆頭にマインドを変えていかないとズブズブいきそう。明日から開幕ということは、1軍メンバーは大幅に入れ替えるということですよね。小野寺、島田、ミエセスは2軍で、代わりに豊田、井上が昇格するんですよね。とにかく少しでも勝つために何か試そうという姿勢を見せてほしい。明日から開幕やといっても、行く先に希望が見えていたらワクワクするけれど、岡田阪神の場合、岡田さんの選手の襟分け、選手起用、采配全てにわたって絶望感しかない。借金もなんてすぐだと思う。借金10ぐらいになったら、岡田さん、采配するのが恥ずかしくて休養に入るのではないかと思う。しっかりせよ、と言いたい。どうする岡田、電撃トレードとか外国人打法の獲得とかそんな話もないのかな。しかも土曜マンなんか全然あかん。いきなり初回に2点取られたところで無計画点のチームをどう立て直す。手腕が楽しみです。明日から頑張れ。鼻から大山、佐藤の主軸、岩崎、リラの抑えは不動として固定し、その代役を準備するという予備プラン要員のリスク管理を怠ったことが全てでしょう。うまくいってれば去年同様名勝と言われていただろうけど、選手の見極めを見誤ったね。とにかく貯金なくすまで落ちたのだから、ここから上がるしかないのは確かにほどける。そのためにも佐藤だったりを昇格させたり、いろいろしていただきたい。ボケにボケた発言やな。 2.5 ゲーム離れた開幕ってあるかよ。閉幕の間違いでは、井上、豊田、いつぼ遠藤くらい昇格させないと地獄の借金生活が開幕するわ。負けるにしてもまだ若い選手で希望を持たせてくれよ。渡辺、島田、ミエセスとか見切られん。明日から開幕なんやろ。今日までとは違うメンバーを思い切って5人ぐらい入れ替えるつもりちゃう。いよいよ2軍から1杯上がるで、明日の工事で。よくねえよ、何考えてるんだ。毎日毎日勝つ気があるとは思えない采配を繰り返して見に来てるファンに申し訳ないとは思わないのか。少しは責任感じろよ。気持ちはわかるけど、巨人と広島は貯金があるわけやから、今日の試合監督が捨て試合にしたらあかんわな。昨日5の4、今日5の3の豊田を上げなくていつ上げるねん。年齢的にもラストチャンスやん。岡田監督って負けた日のインタビューってなんで、役切れみたいな答え方しかできないのかね。いい年の人がみっともないよ。これだけ負けてなお5割、そういう風にポジティブに捉えた方が精神衛生上いいわね。リード不満を4番に据える監督は初めてや。矢野出ませんかった。明日から開幕ならガラッとスタメン入れ替えてください。まさかのホームで3立て、チームの雰囲気がどんどん悪くなる。とりあえず近本4番はやめてくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。